ご視聴ありがとうございます。だいぶ涼しくなってきました。今日は昼から雨みたいですが、今は晴れています。サウジアラビアの石油精製工場爆破事件でドローンが使われたと報道されていますが、ドローンで攻撃されるとそんなひとたまりもないですよね。なんか北朝鮮のミサイルなど考えるとだいぶ時代が変わってきたと。最近では思います。私もドローンを使うんですが、そのドローン何かと高性能になりつつあります。まあ一部計画ではドローンにミサイルを積んで攻撃するなど、また攻撃体系の変革が行われているようです。もし戦闘になってドローンなどから攻撃されると、やはり兵隊などひとたまりもないと考えます。今後ドローンは各部隊でも使われてくると考えられます。尖閣諸島でもドローン防衛などを考えて、海底空両方から今装備品が開発されています。今遠隔操作でかなり遠くから飛ぶことができます。近くで操作するドローンではなく、遠くから操作するドローンです。本当、腕利きのパイロットがドローンを操作すると どこまででも進んでいくことができるでしょう。ドローンレースに出るぐらいの腕前があればそれは可能です。今現在遠隔操作で100キロほど遠隔操作ができる機体も登場しています。
自動制御になればもっと効率的に飛ばせるでしょう。本当ドローンは便利なものであり怖いものであると考えられます。アマゾンなんか配達などにドローンを使おうと考えています。そういう発想から生まれるドローンはいいと思われますが、首相官邸のように一部の人間がドローンを利用して悪事を働く、そういうことに使われることに残念と思われます。それにしても石油攻撃、あれはイラクが行ったんでしょうか。なかなか アジアの向こう側としてわからない部分が多いですが、情報を得るためにいろいろと ドローンもそうですが、最近出ている無人戦闘機、やはり今後無人機が主流になってくると考えます。一般市民が犠牲にならなければいいのですが、実際はかなりの犠牲者が出ています。その犠牲をどこまで抑えることができるか、いや犠牲を出さない、そんな世界になってほしいと考えます。まだ進まぬ平和への道はまだまだ遠いかもしれません。やはり問題なのは世界各地で紛争が行われる民族間の問題でしょう。昔の歴史を知れば
なぜ紛争が起きるのか少し分かってきました。同じ宗教でもやはり派閥があり、それにより考え方が違ってきます。そこをどう捉えるのでしょう。